陰徳太平記は、教法2年に出版された、日本の古典文学書の一つである。全81巻と、陰徳記状及び、目録一冊からなり、戦国時代の三院、三葉を中心に、室町時代十二代将軍、足利義種の時代から、慶長の役まで頃から慶長三年頃までの、約九十年間を記述した、軍記物語。現存するのは、 山口県文書館造本と、毛利年へ造本で、前者は昭和初期に消失した香川家旧造本の写し、後者は毛利宗家献上されたものとみられる。他に、吉川家旧造本が存在したが、関東大震災で消失したという。岩国領の家老、香川正則によって編纂され、その次男香川家津が補足した。成立経営図。二宮春。 見覚え書き森脇春部覚え書き。安西軍作。陰徳記。陰徳太兵器出版。香川正則はその原点と言うべき陰徳記を書くも、万事三年執筆半ばにして成居した。父の意志を継いだ、慶次は、京都に留学、執筆を続ける。慶次のアニマスサツネは、漢文五年に、岩国出身の受学者、宇都宮三金に、 陰徳記事を書いてもらっている。元禄八年計次は陰徳記事を書いており、この頃には完成していたと考えられている。元禄十一年岩国城の検閲を経て、法営三年出版許可、教法二年出版に至った。出版にかかる費用の大半を藩に負担させるため、藩主吉川氏と宗家毛利氏、そしてその子祖である毛利元成にとって、 都合の良いように開校されている。完成から出版までに22年もかかったのは、内容を改変する必要性と当時の吉川や中、情報情勢を見極めていたためと考えられている。吉川元春夫人が絶世の仕込めという説についても、吉川広家が存命中に成立した可能性がある安政軍作には、元春夫人の器量が悪かったとの記述はない。 しかし、香川正則の陰徳記に、気量が悪いとの記述が現れ、香川聖河の陰徳太平記に継承されている。基本的には、山陰地方、山陽地方を中心とした地方史でありながら、五土三角院や足利市の地政にまで記述が及ぶ、中央志向型地方史となっており、このために八十一巻という膨大な冊数で構成されている。 この中途半端な中央的視点とあまりに長編であることは本書の魅力を削いでいると評価される。また、タイトルにあるように陰徳用法、すなわち隠れて徳を施していたならば、やがて明るい喜びが訪れるの思想に基づき史実を改ざんし、毛利元も隣をその理想的人物として描いているが、この結果、人物像が平面的となり、 そのことが本書が人気を生まなかった理由の一つとして指摘されている。文体は、虚飾を多用した言学的なもので、江戸時代中期の儒学者清田僧は、だり悪きまるというべしと辛辣に批判している。この頃の文紀物語は武士にとって、先祖の栄光や武勇を誇るための手段の一つであり、史実の改ざんや虚飾は本書のみに見られるものではないが、原点と言える。 陰徳期と比べて過剰であるのは確かである。このような理由により、物語としては、公用軍艦などに比べ、不人気であり、資料としては信頼性がないとされる。他に、両書は著作の時期と作者が明らかであり、先行文献も成立時期、著者の判明しているものが少なくないから、軍機の変質する過程を考察する場合などでも、扱いやすい。との表もある。 注釈出店ありがとうございます。